2016年7月7日、韓国中央日報は、韓国空軍の訓練に動員された予備役兵や韓国の男性たちを怒らせたと報じた。問題は、軍訓練場で出された朝食なのだが、銀色のトレーに、白ご飯、豆もやしスープ、ごま切り大根、卵蒸し、白菜キムチがちょこんと乗っている。ご飯こそこんもりと盛られているが、スープには豆もやしが数本浮いているだけで、他のおかずは小皿に乗る程度の量。これに予備役兵の一食分の食費は6000ウォン、約520円と決められているはずが、あまりに貧相だと男性たちの怒りが噴出したのだ。予備役とは、基本2年間の現役服務を終え除隊、韓国では連役という。した者に対し、除隊後8年間義務付けられる年に数度の召集に基づく服務だ。訓練は大きく分け、半日から3日間の3種あるが、今回告発された朝食が出されたのは2泊3日の訓練だった。実は1食分6000ウォンの食事は日帰りの訓練で提供されるもので、3日間の場合、1食あたりの予算はわずか2444ウォン、約210円なのだという。この騒ぎには後日談がある。問題の予備役兵は、服務した空軍の部隊から退所処分を受けた。空軍側は、処分の理由について、訓練中にスマートフォンを使用してはならないとの指示に従わなかったためとしている。また、朝食の内容については、兵士自ら極端に少なく盛り付けたため、少なく見えているだけと釈明。朝食では他に牛乳も提供されていたし、昼食や夕食はもっと良いメニューだったと説明した。これについて韓国のネットユーザーからコメントが寄せられている。国に泥棒が多いという言葉に実感が湧いた。コンビニ弁当の方が美味しそうに見える。不正のないところがない。本当に不正国家だ。軍の釈明がひどすぎて笑うしかない。僕もこれを食べて予備軍訓練を受けたよ。とにかく早く食べて、早く訓練を終えて家に帰りたいとしか思わなかった。税金をどこに使ってるんだ。国を守る人間に食事くらいちゃんと食べさせてくれ。とにかく実に問題だらけの国だ。さすが国防部、国民への裏切りにかけては期待通りだ。